中島のみゆきさん。ラブサタ216回目。<laughs> <laughs> 突然、みゆきさんあたりはさ、って、どこのみゆきさんかと思うじゃん。いや,やっぱラブサタ、だブラサタリスナーわかるかなと思ったんだけど、ね。いや、わか、そうだね。<ー>ファミリーはわかると思うけど、ね。ファミリーはわかるかなって。北さみさんのことだからって。<ー> <laughs> みゆきさんって言ったらもう中島のみゆきさんしかいないでしょ。<laughs> みーちゃんもさ、言い方がさ、中島のみゆきさんって言うって、脳を入れたの。<laughs> わかりやすいかなと思ってその本が。<laughs> でもう本当に今美雪さんといえばね。そうそう。うん、中島さんだから。中島さんだからやっぱ響くから。ね<ー>。中島の美雪姉さんは響くよやっぱり。<laughs> 大黒の牧さんとね。<laughs> <laughs> そうだね。なんか大黒の牧さんって <laughs> すごい黒い人みたいになっちゃう。 すませんそうだよ見たた目みいになっちからなんかことないです今日本当ねゆずさんいらっしゃるからそうなんですよ。と思ってたんですけどねちょっとお忙しいらしくて今日はもうちょっとね神奈川の方に行くっておっしゃっててもう終わったらすぐ出られてましたね。はいということで今日は2人ではいお届けしますけれどもいや嬉しいことに。うん ライオンちゃんからメール来ましたも待ってたよねブラサタ」も送ってくれたし「ブラサタ」にも送っていただきましてライオンちゃんのねのみんななほら今気になってるでしょ声の行方がどうなったのかってところでさ、ね、こすごい気になるとこで終わったでしょそうなのファミリーたちはみんなもう,そう「<laughs> えっ?」って寸止め状態だ <laughs> 言ったら <laughs>。 <laughs> ごめん、<お>受け私たち寸止めされてたからさ <laughs> 気になっちゃってしょうがなかったけど、うん、えー来ました、はい、ライオンちゃんどうもどうもどうも <laughs> <laughs> 何その読み方 <laughs> <laughs> ラブサタも久々です。先週たまたま久々にラブサタを聞いて帰っておいでよっていう二人の言葉にじわーっときました。うん、こんな自分を覚えててくれたことに感動しました。ありがとうございます。いやいやいや。そんな覚えてるに決まってた<れ>寸止んめされてんだよ<え> <laughs> <laughs>、えー。学校では6月からプールが始まったんですが暑い日になかなか当たらずいつも寒い日に入るので プール気持ちいいなも言えねえと思った日は今んとこないです <laughs> あの唇紫になっちゃうやつ、ね、<laughs> <laughs> えー、さて気になるあの子との関係ですが、うん、まだ平行線ですえあさみさんに 何やっとるんじゃこらとねちゃぶ台を繰り返し怒られそうですが <laughs>、うん、遡ってゴールデンウィーク約束を取り付けたものの向こうの家族のことで用が入ってしまい結局流れそのまんまなんですんでもほぼ毎日の LINE は続いています。うん 今はお互い同じ職場で忙しいお職業でしょ忙しいので <laughs> 忙しいので、ね、忙しいね、はい、夏休みには夏休みに入ったらじっくり会おうねと話していますそれまで我慢ですまずは目の前の子供と関わるのが仕事なのでちゃんと全うしてからにしようと思っています、えー、じらすようでじらすようでしょうライオンちゃん <laughs> それではまた何かあれば送ります 散らすねえね本当にもうほんと何やっとるんじゃこらーって言いたいとこですけどね、うん、まあお互いがね忙しい時期なのかだってほらお仕事2年目とかでしょ、うん、だからちょうどね今楽しい中、うんかいろいろ覚えて楽しい時期だし、うん、いろいろ大変な時期だとも思うからまあでもねそういう中でお互いが励まし合いながらできてるなら。 えい,いんじゃない？だって毎日ラインしてるんだってよ。でももう恋人だよね。<laughs> 毎日しないでしょ友達だったらそれこそさっきの話じゃないけどね。 毎日ラインおかしいでしょってなっちゃうね。うん、友達だと思ってたらね。そうだよね。てかまあ、あの嫌だなと思ってる人だったら、それはないから。うん、だからもう結局関係を築けてるんだろうね。ねそうなのよ。きっと,、ね、きっと二人の、ね。そう、だから、もう、あとは、多分ね。そう、言うだけなんだと思うの。ね。<laughs> 本当に,、ね、本当にもう、次、この同じのきた、らちゃぶ台ひっくり返しに <laughs> 遅れなくなっちゃうじゃんそうしたら。えじゃそっか。でもひひっくり返す準備はできてるってことだけを思った。あのもうつく掴んでる感じ。掴んでる感怖い星ってつ怖いね。神様いやってつ怖いよ本当に。恋愛はタイミングよ本当に。まあでもいい感じで関係作れてるから。うん。大丈夫じゃない。 あのね、相手の語を癒しちゃったらもう終わりだからまあね、そう。だからそのタイミングは逃さないで。それがね、わかんないから難しいのよ。ねそう。だから、逃がしてほしくないから、こう、愛の無知ってやつ。愛のだからちゃぶ台返しだよね。愛のちゃぶ台返し。そうそうそう。になるわけよね。になるわけよね。いや、でもさ、私が嬉しいのはね、 ずっと聞けてなかったのに、うん、たまたまよ、たまたま先週、うん、そうよねやっと私たちも言わずにいたけど、うん、そろそろいいんじゃないかっていう話をした週をちゃんと聞いて、てたってことだよねこうしてね、うん、メールを送ってくれるっていうところに感動してるわけ私は。<laughs> そうだね。そう。うん。こ<ん>タイミングだよね。 うん、すごいよね。ラブサーターと相性いいってことですね。そうだよ。そう,だよ <laughs> そういうことだよ。このブランニューサタデーと相性がいいんですよ、<や>皆さん。いや、なんから本当にファミリーだよね。ファミリー。あの、忘れてないからみんな大丈夫だよ。<laughs> <laughs> 意外と私たち <laughs> そうなんですよそうなのよ、うん、あの毎回心配してんのよメール来なかったりすると、うん、あ,あの人来なかったね今日何か大丈夫かなとかさ二週三週来なかったらなん,なんか離れちゃったかなとかいろいろ思ったりするんだから結構話してますこれそうなんだよ、うん 乗ってないだけでね。その、その、連覇に。そうそう。そうだよ。そんな毎回ね、乗せても、相手もね、ちょっと焦っちゃうだろうからさ。だから共用してるみたいなっと悪いなといいんだけど、全然ね。またね、恋の話繊細だからさ。そうだよね。やっぱこう、寸止めされちゃうと、ちょっとこっちもね、気になっちゃうから。愛のちゃぶ台返し。愛のちゃぶ台返しはもうスタンバイ OK だ。はい。 えー、アサミーさんもいただいてます。もう本当にいつもありがとうございます、アサミーさん。先週27日は都内に行ったため、一週遅れでブラサタンドラブサタを聞いたアサミーでございます。先週土曜日、エさんと久々にお会いしましたが、相変わらずきちっとした女性で、お話しするのも妙に緊張してしまいました。やはり快速アサミーはエさ,さん苦手です。恐れて、恐れてるよ、そんな。 さて、ラブサタ向け話題ですが、今週は多分羽林ゆずさんがラブサタ登場すると思われますので、ネタフリはなくても OK ですよね、残念ながら。そう今日はいらっしゃるで,、ね、<laughs> でも、ライオンちゃんがいてくれたから。<ー> <laughs> なお、快速かさみは相変わらずワイさんの笑顔で癒されております。でではまたた来週快速さみでしたということで、ワイ<ー>さんとねえ、なんかちょっといい感じになったらまたいいんじゃない まあね、ね<え>なったらいいね、うん、まあ無理理由はしないけどそう夏だだからほら、ぶらさったでもあったじゃん深夜敷さんだっけあ,あ<え>レリオモモの深夜敷さん<え>レリオモモ深夜敷で聞いてることやめ <laughs> てよ <laughs> 本当に <laughs> レディオモモの人びっくりするよそうそうそう違う岡山だったけレディ一度いらっしゃったよねレディオモモの方ねそうだよせっかくそちらに行くのでぶらせて見学させてくださいそうなんだよねそうなの来てくださったのよ前にレディオモモの方聞いてらっしゃるかなね。なんだったら呼んでいただきたいな岡山にねぜひ行きたいな岡山岡山の場所がちょっとえ あのあっちの方だよね広島の上あたりじゃない下じゃないの下え下は下でしょえ下は四国とかじゃないのじゃその四国だけどその上にえ上じゃない岡山って広島でしょだってあの山口鳥取島でだっけあ、そうだねでその下あたりじゃないそうそうその下あたりその下あたりその下に広島じゃないの いや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 、広島もちょっと左でしょあ、左 <laughs> もうこの階は何怪し,怪しいのよ、その辺は私。<laughs> そう、私も。全くこっちの方がね、西側がちょっと、西というか南そう、私明日大阪行くのに。ね、<laughs> そう、私だって大阪行ったことないし。え京都まで京都まで。飛び越えて沖縄。<laughs> だいぶ飛び越えたね。え,たえ、九州もないないの。 九州ちょっと行ってみたいんだよね。飛び越えて夏だね。<laughs> 飛び越えて、だから飛び越えて沖縄は二回やるんだけど。<laughs> <laughs> 飛び越えすぎだよ。そうなの。京都から西はないんだよね。あら、そう行ってみたいね。鳥取もあるよ一回。あのアナウンスの全国大会できた。ああ<ー>、先週でラクダに乗りました。あそうなの。<laughs> 乗った乗った。あ。 結構みっちゃん行ってるよね日本の各地にそうね旅行好きなのでそうだよね私だからどっちかっていうと海外の方がみあそうだね国内より海外の方が多いかなそしたら基本そんなに多分旅をしてないんだよね最近旅行そうだねでする時はドカンと本当にドカンだねドカンとイギリス行ってみたりとかうん 沖縄っていうのに色表島あ、そうだ。ね、すごい言えなかったけど西 <laughs> 表島に行ってマンタ見に行ったけど、うん、台風だったっていうオチだったんだよね。<laughs> ねマンタ見たいんですよずっと言ってるのにねうんマンタって浅瀬にいないのかな <laughs> <laughs> マンタ浅瀬にに。いいたら怖いでしょ、<laughs> 逆<に> <laughs> 風呂敷みたいにさ <laughs> いないのかな <いや S 1> <laughs> <laughs> 待って、マンタを風呂敷に例えた人もあんまりい,ったいやいや、だって、ペタってするじゃん。<laughs> もうそうしたら泳げてないってことだから、<laughs> あの、ま、なんていうの沖に戻してっていうニュースになっちゃうやつだと思うよ、多分。そのブラックマンタみたいんだよね。知ってもブラックマンタ。<laughs> なんか普通のマンタと違うの。黒いの。<laughs> それはブラックマンタだよ。そう。ブラックマンタだから。お腹は黒いんですよ、だから。<laughs> あ、お腹が黒いのそう。え<ー>だったと思うわ。